28日の予定を前倒しして開かれた県連大会には、県選出国会議員や県議会議員、県内各支部の代表や県内自治体の市長ら400人が参加し、補選の敗因が総括されました。説明不足、処分の適格性や再発防止にかかる対応の遅さ、政治改革に向けた姿勢が不十分であったことなどの対応の拙さが逆風をより大きくし、最大の敗因となったと選挙総括をいたしました。このことにつきましては、6月27日党本部に対し強く要請を行いました。会長糸原徳康、副会長青木和彦、前田市長、そしておととし1月から務めた細田重雄県連会長が補選敗北の責任を取って退任し、糸原徳康幹事長が会長に昇格するなどの新たな役員人事が承認されました。荒海に向かって船を漕ぎ出すわけでありますが、決して順風満帆な航海ではありません。島根県連の会長は長く県選出国会議員が務めていましたが、議員経験が長い青木和彦参院議員が鳥取県との合区選出で県連会長はやりにくいとして見送られ、県議会議員からの会長就任はこれで2代連続となりました。大会後、新役員は最初の役員会を開き会見しました。今念頭に置いている人材があるわけではないので、まあ、とにかく今は広く人材を求める、そのために各級議員、地域支部、職域支部の意向を丁寧にまず聞くと。万歳！万歳！万歳！ありがとうございました。新役員の最初の課題は、補選で落選した候補者が立候補を辞退したため空席となった衆院島根1区の新たな候補者選出です。解散総選挙まで時間は十分でないと見られますが、園山幹事長は補選では選定過程が性急すぎたとの考えを示しました。あまり性急にやってしまったためにですね、時間がなかったっていうことがありますから、残念ながらそこまで立ち至る前に選挙になってしまったわけですよ。一方、選考方法などは今後関係者から広く意見を聞き検討します。皆さんがこぞってこれを押し立てていこうと、これをその島根一区の代表としてその出していこうと、少なくとも鈴虫が鳴くまでには総裁選前には決着させなければならないと思っている。しかし、選出から選挙まで3ヶ月ほどだった補選よりさらに短期決戦になる可能性も高く、補選敗戦で突きつけられた有権者の不信感解消も睨んで難しい作業になりそうです。